はい、皆さんどうもこんにちは、大久保です。今回はですね、こんなリクエストをいただきました。初めてですが動画拝見しました。ありがとうございます。すごく話も分かりやすくて、もっと美容のこと医療のこといろいろお話聞きたくなりましたということで、本当にありがとうございます。すごく励みになります。ありがとうございます。これからも精一杯頑張りますので、どうか、皆様よろしくお願いいたします。最近美容業界では NMN の若返りとかの点滴やサプリなどが出てきていますが、どう思いますか？もしご存知だったら副作用とか体のどこに効くのか教えてほしいです、ということでご質問ありがとうございます。正直ですね、僕 NMN について詳しく知らなかったので、いろいろと勉強してまとめてみましたので、本日は NMN について僕がまとめた結果をですね、ご紹介できればと思います。よろしくお願いいたします。はい、じゃあ早速やっていきましょう。 NMN とはというところからですね。 NMN というのはですね、ニコチンアミドモノヌクレオチドと呼ばれる物質です。要するになんですけれども、ビタミン B3 から作られる物質みたいで、 NMN の量が減少してくることで加齢が引き起こされる、エイジングサインが出てくるということみたいなんですよ。 NMN、 体の中に NMN というものがあるんだけれども、この量が減ってくることで加齢が進行したり、身体機能が低下したり、認知機能が低下するということで、だからこそ NMN をサプリとか、こう点滴とかで補っていく、補充していくことがいいよねっていうふうに考えられています。はい、で NMN の摂取方法なんですけれども、大きく分けて2つ、静脈注射とサプリメントです。静脈注射っていうのは点滴とか注射のことなんですけれども、こちら高須クリニックさんのホームページを参照しております。 NMN の点滴 100ml 44,000円っていうので点滴されているということで、このね、 NMN とは次世代エイジングケア治療です。いろいろ書いてあるんですよ。 NMN の点滴の期待できる効果ということで、サーチュイン遺伝子の活性化とか肌のツヤとか、いろいろめちゃくちゃこう、良さそうなことが書いてあるじゃないですか。このようにですね、 NMN を点滴としてね、静脈注射、直接体の中に点滴していくっていうのがまず方法の一つ目だよっていうことですね。そしてもう一つの方法がサプリメントとして、経口摂取ですね、口から投与していくっていう方法があります。ただですね、サプリメントを取っていくっていうところで必ずチェックしなきゃいけないのは、吸収されるのかどうかということなんですよ。点滴としてね、静脈注射直接入れていくことで体の中には確かに入ります、吸収されます。ただですね、サプリメントとして口から飲んだところでどれぐらい吸収されるのかっていうのが重要なんですよね。ということで、こちらの報告を見ていくと、東京大学科学研究所の臨床研究によると、 NMN のサプリメント吸収率を人体に入った後の損失率を換算してみたら、総合的な評価結果は約 50% の間に収まっていると、吸収率は不十分であることが明らかになりましたというふうに書かれています。はい、これね、いいかどうかはわからないです。ただ一つ言えることは、サプリメントの吸収効率はだいたい半分だっていうことなんですよね。 200ml 飲んだからといって 200ml 体の中に入るかっていうと、ちょっとそれは分かんないよっていうところなんですよ。 NMN を摂取したい方、2つの方法があります。静脈注射、点滴、そしてサプリメントとして飲む、この2つの方法です。できるだけ体の中に入れていきたいっていう人であれば、静脈注射、点滴一択かなと思います。ただ点滴ってやっぱ高いので、少しでも安くね、毎日投与したいという方であれば、サプリメントっていう方法を取っていくのがおすすめかなと思います。はい、じゃあここまでが一般的な NMN の紹介ですよね。僕のチャンネルはもっと深いところまでチェックしていかなければいけないということで、 NMN のエビデンス見ていきましょう。 NMN のエビデンスを見ていくと、もうマウスばっかり、マウスラット、マウスラット、マウスラットみたいな感じで、ネズミに対するエビデンスばっかり出てくるんですよ。はい、こちらパブメドって言って、医療用の論文を検索する、サーチエンジンみたいなものなんですけれども、 NMN エイジングインジェクション、インジェクションっていうのは静脈注射ですよね。 NMN のエイジングに対するインジェクション、静脈注射っていう感じで検索をかけると、いろいろ論文出てくるんですけど、インメイルマウスって書いてあるじゃないですかとかね、あとね、インマウスとかね、インエイジドメイルドラッツとかね、こんな感じで、インマウスとか、もうマウスとかラットとか、そういうところの研究で止まってるんですよね。人間に対してどれぐらい NMN の効果があったのかっていうところまではまだ行き着いてないっていうところですよね。フィーメイルマウスね、女性というかね、こうメスのマウスっていうことですよね。ただここでですね、もっとしっかり調べていくと、サイエンスに報告があったんですね。サイエンスっていうのはめちゃめちゃ有名な科学論文です。このサイエンスの報告を見ていくと、人間の女性に対する効果が報告されていました。全糖尿病、糖尿病の前段階の方ですね、でかつ肥満があって閉経後の女性25人に対する、
試験が行われてました。これランダマイズの試験ということで、試験の信頼性が高いものだとお考えいただければいいかと思います。13人、25人のうちの13人を NMN 群、12人をプラセボ、何の効果もないサプリメント、この2つに分けてですね、 NMN250mg を経口摂取10週間やったわけですね。もう一回整理しましょうか。糖尿病の前段階の女性で、かつ肥満があって閉経後の方25人、この方を13人を NMN250mg、 12人をプラセボ、何の効果もないものにランダムに割り付けましたと。で、10週間 NMN を飲んだ結果どうなりましたかっていうことなんですけれども、結果はいこちら、筋肉内のインスリンの感受性が改善されたっていうことなんですよ。 NMN を飲むことでインスリンの感受性、抵抗性が改善されて、糖尿病に対する効果、アプローチみたいなのが認められたっていうことなんですよね。ってことはマウスで確認されているようなアンチエイジング効果、他の効果っていうのも期待できるんじゃないかっていうような段階です。まあ、次に期待ということで、この研究で分かったことは、糖尿病の前段階の女性、こういった女性に対してランダムに NMN250mg を10週間投与したところ、インスリンの感受性が改善されたよっていうところまでなんですよね。そこから先は分かってません。はい、ということで以上のことを踏まえて NMN の点滴に対する僕の試験です。 NMN はアンチエイジングになりえますでしょうか。はい、なりえますよね。少なくともマウスのアンチエイジングにはなると思います。ラットでもいいと思います。だからマウス愛好家とかラット愛好家の方にはこれ朗報ですよね。 NMN を投与していくことでマウスやラットのアンチエイジング効果はあります。ただ人に対する効果はまだまだこれから分かってないということなんですよね。ただ分かっていることは、インスリンの抵抗性を改善させる可能性がある。インスリンの抵抗性があることで本当に大きな病気になってしまっている方っていう世界中にたくさんいますので、そういった方の命を救っていく可能性がある成分です、 NMN はね。ただね、皆さんよく考えてください。なぜ高須クリニックで NMN の点滴を打つんですかね。それインスリン抵抗性の改善したいわけじゃないじゃないですか。アンチエイジングのためにね、美容クリニックに行って高いお金を払ってね、 NMN の点滴を打ちに行って、今分かっていることはインスリンの抵抗性が改善する可能性があるっていうところだけなんですよね。まあ、そこだけなんですよね。そのために打ちに行くっていうのもまたこれはナンセンスですし、インスリン抵抗性改善したいのであればインスリン抵抗性改善薬を飲めばいいんですよ。もうあるんだから、もっと安いやつがね。皆さんなぜ NMN を投与しに行くかっていうと、アンチエイジングを期待しに行くわけじゃないですかね。ただそのアンチエイジング効果っていうのは、まだまだ人に対しては分かっていない部分が多いよっていうところを知っておく必要があります。はい、でもちろん認知症予防効果はまだまだ不明ですね。本当に認知症予防効果があればガイドラインに載ってるはずじゃないですかね。まあね、ガイドラインを紐解いていくとね、認知症の改善には NMN の点滴を打ちなさいなんてどこにも書いてないんですよ、ね、音楽療法とか回想とかね、運動とか、まあ、こういったことをしなさいよと、日常生活を改善していくことをしなさいよと、これがアンチエイジングなんですよと、少なくとも認知機能に対してはですよ。ただですよ、毎回言ってますけど、美容医療というのは理屈じゃないんですよ。別にエビデンスなんて必要ないんですよ。やってみて良ければ続ければいいね、それしかない。いくら考えたって仕方ないんですよ。マウスの実験いっぱい読んだところでですね、ね、結局人間の実験やってないんだから分からないじゃないですか。まず皆さん NMN の点滴やりたいよっていう方は、まず一回やってみてくださいね。どこのクリニックでもいいと思います。どこのクリニックでもいいと思うから、やってみてください。やってみて良ければ続ければいいと思いますね。いろんなこう研究報告とか読んで、あ、これ NMN の良さそうだな、よしやってみようじゃなくて、あ、 NMN っていうのあるんだ、よし一回やってみよう、それぐらいでいいと思います。だって副作用ほとんどないんだもん。毒にも薬にもならないんだから、今現状ではね。分かっていることは、マウスに対しては効果があるということと、全糖尿病段階の女性のインスリン抵抗性を改善させたということです。はい、ということで本日はですね、 NMN についていろいろ調べてみたけれども、調べた結果よくわからないことが分かったということですね。まあ、これすごく大きな進歩だと思いますので、まあ、結論としてですね、また今度僕は、美容クリニックを予約して NMN の点滴打ってみたいと思います。で、打った後にですね、また皆さんにね、こんなことがありましたというような報告をさせていただければと思っていますので、続報が気になるという方はですね、チャンネル登録をしてお待ちいただければ嬉しいです。ということで、このチャンネルでは美容レビュアーの私大久保がですね、様々な美容関連商品サービス、美容整形について情報発信をしています。こんな商品レビューしてほしいよとか、こんなことを教えてくださいっていうようなリクエストがある方はですね、ぜひぜひ今回のようにリクエストいただけますと嬉しいです。ということで今回はここまでです。またね、バイバーイ。